丸立て自動車株式会社は、かつて埼玉県上尾市に本社を置いていたバス事業者である。1988年5月に設立。上尾市とその周辺にある企業、学校等の送迎バスや観光バスの運行を中心としていた。主に市の委託を受けた運行で、委託契約は1年更新であった。2001年3月に上尾市内循環バス、 ぐるっとくんの一部を担当し、2003年8月18日に JR 高崎線上尾駅を発着とする自社運営の乗り合いバス、ケンちゃんバスの運行を開始した。路線範囲は埼玉県の上尾市、はす田市、北足立郡稲町、北本市、埼玉市の4市1町に及んでいた。近年は、 年3億円前後の売上高があったが、車両への投資負担などによる借入金が超過し、2009年10月には、社会保険事務所から差し押さえ登記が設定されるなど、資金繰りが逼迫。経費削減などを行っていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による、バス需要の減少によって、限界を迎え、2020年5月19日に、埼玉地方裁判所へ、 民事再生法の適用を申請し、同日付けで監督命令を受けた。負債総額は約5億円。路線バスについては運行を継続しつつ新たなスポンサーを募り事業再建を目指したいとしていたが、スポンサー候補との交渉が民事再生法上必要とされる生産価値を満たす上渡価格での上渡契約に至らなかったことから2020年10月30日に 民事再生手続き廃止決定並びに保全管理命令を受けた。丸立て自動車は2020年12月10日にスポンサー企業が設立した丸立て翼交通株式会社へ全事業を譲渡する契約を締結したと同時に関東運輸局に対して各事業の譲渡譲り受けにかかる認可申請を行った。 丸立て自動車によるバス運行は保全管理人の下で運行していたが、丸立て翼交通は2021年2月12日に関東運輸局から事業譲り受け認可が下り、事業や公式サイトは同年2月16日付で丸立て翼交通へ譲渡された。丸立て自動車は事業譲渡の9日後である2021年2月25日に埼玉地方裁判所から 破産手続き開始決定を受けた。路線、運賃等の詳細は、ケンちゃんバスを参照。臨時、あげお駅東口あげお市民球場丸立て自動車の特定車、日産ディーゼルスペースランナー、RM 日産ディーゼル、三菱ふそう、日野自動車、いすず自動車の車両を使用していた。送迎用のすべての車両が、低床バスバリアフリー対応車両であった。 他に、日野自動車製の大型観光バス1台が、在籍していたが売却。その後、同車製の中型観光バス1台を導入した。事業譲渡に伴い、在籍車両62台が、丸田鉄翼交通へ譲渡された。2007年3月、上尾市より委託されていた一部の送迎バス運行契約の破棄通告を受けた。後日、この件に関して、 当時市長を脅迫で告訴した。上尾氏は、更新中止は、経費削減のためで、車両、運転手両方の委託を止め、車両は、運輸会社、運転手は、シルバー人材センターからの派遣とする分離方式を、取るとしている。なお、契約更新中止は、送迎バスの一部であり、ぐるっとくん及び学園などへの送迎バス委託といった、他の運行業務は継続している。 事件は朝日新聞有刊に掲載されたが、丸立て自動車側の主張をそのまま取り入れたものだった。ありがとうございます。